はい、どうも、海です。本日は、転生したら悪役令嬢でしたというゲームをやっていこうと思います。最近このゲームのね、動画広告めっちゃ見るんですよ。なんかいろんなね、ゲームとか、まあアプリゲームしてたら、結構このね、悪役令嬢のね、広告が出てきて、もうすごい気になってね、もうやってみようということで、今回はね、ちょっとやっていこうと思います。もうすごいね、見たからね、たくさん広告を。広告の力ってすげえなって思いましたよ。やっていきましょう、スタート。いや、でも転生したら悪役令嬢もの、本当に多いよね、最近。ふと目が覚めると、目の前にすごいイケメンの王子様がいた。もしかして、まだ夢の中なのかな？せっかく夢の中なら。はい。せっかく夢の中なら。おお、まずは挨拶。キスしてみる。夢の中なんでしょ？ここは。なら、キスしてみよう、いきなり。そういうことじゃないの？だってね、どうせね、夢なんでしょ？王子様にドン引きされちゃった。さすがにキスはないよね。まあ現実だとないしね。まあでも ないのか、漫画の世界でも。じゃあまずは挨拶、はい、元気にね。挨拶がいいね、一番印象をね与えるからね、好印象。王子様がキョトンとした顔で挨拶を返してきた。挨拶を返しただけなのに、どうしてだろう、どうしてだろう。はい、ネクスト。なんか意外だった、挨拶したことが。なかなか夢から覚めないな。周りは中世ファンタジーの世界っぽい。でもどこか見覚えがある景色のような。なんか好きなったゲーム、乙女ゲームの世界みたいな。昔やった乙女、あー最近見た小説。うわ、どっちだこれ、こっちかな、乙女ゲーム。あ、はい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 。私が昔やっていた乙女ゲームの世界にそっくりだ。もしかしてここはあの乙女ゲームの世界なのかな。すごいオタクはね、もう理解力が早いからね、こういうあの非現実的なことが起こってもね。はい、ネクスト。あの乙女ゲームの世界だとしたら、あれを確かめておかないと。でも悪役令嬢なんでしょ、こっからね、誰か落とすことができるのか。手鏡、時計、あれを確認、自分が誰なのかをまず確認。手鏡、はい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 。どの役なのかっていう。手鏡で自分の顔を見て分かった。そこにはヒロインをいじめるあの悪名高い悪役令嬢キャラの顔が映っていた。あの悪役令嬢に転生しちゃったの。いやー、なんでね、最近ほんとめちゃくちゃあるけどね。でもこういうさ、王道パターンのお話がやっぱね、一番面白かったりするもんね。うん、めちゃくちゃ面白い。はい。あの悪名高い、悪役令嬢に転生してしまったのは分かったんだけど、これからどう振る舞っていけばいいのかな。こっからね、いい人になってこっちが逆にモテ出すとかあるからね。礼儀正しく、悪役令嬢らしく、悪役令嬢らしくしたら自分嫌われて孤立しちゃうと思うから、ここはもう礼儀正しくいっちゃおう。よしよしよし、ヒロインよりもね、男をね、たくさんゲットしましょう。かなりびっくりしているけれど、本当にこれで良かったのかな。あのゲームのひどい悪役令嬢になるよりはいいと思ったんだけど。あ、だからびっくりしてたのか。王子様いつもだったらね、悪役令嬢なんかもうその挨拶とか絶対にせずにプイみたいな感じだったのかな。もうメイドさんまでびっくりしてるからね。はい。悪役令嬢の日常、これ続いたりしてるのか。これからは普通の令嬢として礼儀正しく生きていかなきゃ。令嬢が朝起きてやることと言ったら、令嬢が朝起きてやること、メイドを呼ぶ、服を着替える、服を着替える、もうメイドに頼らず自分でやるみたいな。あ、違うのか。なんか自分でやってたら、お嬢様自分でできるのですねみたいな。そんなんじゃない。部屋に入ってきたメイドさんがすごく驚いている。さすがにドレスは一人じゃ着れないよね。あ、着方とかね、転生したなら余計わからないだろうしね。メイドを呼ぶ、はい、メイドさんにやってもらうのか、ここ甘えて。メイドさんを呼んだら着替えを手伝ってくれた。私一人じゃドレスなんて着れないもんね。あら、かわいいドレス。でも悪役っぽいなんかドレス着てますね。はい。今日はお父様、池おじ、かっこ池おじ、と城下町に、ショッピングにやってきちゃった。何でも買ってくれるらしいけど、どうしようかな。大量の本、きらびやかなドレス。池おじですね、パパ。パパイケメン。大量の本。大量の本、ちょっと学ぶ？おー、これはちょっとみんなびっくりよ。
いつ不幸になっちゃうかわからないもんね。少しでも勉強して生きる術を身につけておかないと。パパがめちゃ驚いてる。めっちゃいい子じゃんこの子。本当にいい子になったな。これ絶対モテるでしょ。ヒロインの座奪っちゃうぐらいあるよ。夕食の最中、メイドさんが皿を落としちゃった。かなり怯えているようだけど、何か私にできることはないかな。うわー、これもお手伝いしたら、普段だったらね、あなた何してるの、もう出て行きなさいみたいな感じで言うんだろうね、本来の悪役だったら。だけど、抱きしめる、皿を拾う、抱きしめる、あー抱きしめるなんだ。両方別にいいと思ったけどね。はい、よかった、メイドさんも落ち着いてくれた。ちょっと悪役令嬢らしくなかったかもしれないけど、この方がいいよね。この方がいいけどさ、どうなっちゃうんだろうねこの世界の。なんかいろいろさ狂ってくるんじゃないの、本来と違う設定だからさ。はい、やっちゃったかも。以前と別人みたいらしくて、お父様、メイドさんがすごく不審がっている。やっぱり本当のことを話しちゃった方がいいのかな。私実は転生しちゃって、本来のね、悪役令嬢じゃないんですみたいな。高笑いしてごまかす。真実を話す。真実話そう。嘘つくのは。ダメ？真実話しちゃダメ？頭がおかしくなったとみなされ、地下牢に閉じ込められてた。おい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 、仮にも悪役令嬢ぞ。令嬢ぞ。そんな地下に閉じ込めんでも。怖いな。じゃあ、高笑いしてごまかす。悪いですよってことは一応アピールするのね。ちょっと心配されちゃったけど、なんとかごまかせた。前のキャラってどれだけ性格悪かったんだろう。本当だよ。でも性格良くなったのはそっちの方がみんないいんじゃないの。逆に心配されてるけど。はい、悪役令嬢の婚約者。今日はこのキャラの婚約者が遊びに来るらしい。このゲームの世界のおしゃれってどういう感じなのかな。この世界のおしゃれ、髪を盛る、帽子をかぶる。髪を盛るより帽子かぶった方が可愛いから帽子。よしよしよし、帽子をかぶってなんとか様になったかも。自分で言うのもなんだけど、意外と可愛く決まっているかも。うん、可愛い、めちゃくちゃに可愛いよ。悪役令嬢とは思えないほどにヒロインの座に行けるほど可愛い。はい、ついに婚約者が到着したらしい。そこに現れたのは意外な人物だった。あれ、意外な人物、黒い影だな。まだ見ぬイケメン、イケメン、この前のイケメン王子様。どっちどっちだ、まだ見ぬイケメン行ってみよう。こんなのシナリオになかったみたいな。よし、合ってた。そこには好青年なイケメンが立っていた。確か隣国の、王子様がこのキャラ、王子様がこのキャラの婚約者だったんだっけ。そうなんだ。めっちゃイケメンじゃん。この方とご結婚されるのですか、悪役令嬢様。思い詰めた顔で私を見ている隣国の王子様。どうしちゃったのかな、こういう時は。本来だったらこの人もヒロインの子を好きになっちゃうんだろうけど、今回はね、私を落としますよ。手を握る、抱きしめる。抱きしめるは早いから手を握ってみよう。こういうね、そう、男の子は絶対にね、あんまりガツガツ行き過ぎない方がいいんですよ。よかった、イケメン王子様の顔にも少し笑顔が戻った。これから何か重要な話が、お話があるのかな。何のお話でしょうかね。はい、王子様からいきなり婚約破棄を宣言されちゃった。マジか。結局ヒロインの子に行っちゃうの。ゲームではこんなシーン記憶にないけど、どうしよう。婚約破棄、なんで好きになってくれなかったのかな。抗議する、受け入れる。これは受け入れよう。あんまりね、こうね、なんだ、なんていうっけ、来るもの追わず、来るもの拒まず、去るもの追わずみたいなあるじゃん、そういうこと。すんなり受け入れると王子様は少しびっくりしていた。どこか寂しげな表情だったけど、王子様にも何か事情があったのかも。止めてほしかったんかいこの王子。めんどくさいなこの性格。ね、そんな素直にね、素直になりなさい。はい、悪役令嬢と正ヒロインと、ほうほう、会っちゃうのかな本当のヒロインと。今日は貴族令嬢たちのお茶会に招待された。なんか噂話、悪口ばかりで嫌だな。適当に流す、悪口をやめさせる。本来だったらここでも乗っかって言っちゃうんだろうね。
やめさせよう。よしよしよし、これをね見てる人がいるんですよ、影から。どこかしらね、見てくれてる人がいる。なんとか噂話、悪口大会が収まった。私の渾身の悪役令嬢っぽい演技のおかげかもね。あ、そっか、本来はね怖かったんだもんね。だから怒ると相当怖いんだろうねそんなね、だからしかも悪役令嬢だからね、うん、逆らえないよ。気分転換に、庭園をお散歩していたら、周りからいじめられている女の子がいる。こんな時は、がヒロインの子だ、ヒロインだ、かわいい。石を投げて追い払う。桶の水をかけ追い払う。どっちだ、石危ないでしょさすがに。水かけを、はいはいはい。あの女の子にもかかっちゃったけど、いじめを止めることができた。ちょっと大胆だったかもだけど、いじめはダメだもんね。うん、ダメダメ。石、まあ石よりは大丈夫。石だったらマジ大怪我するところだからね。あの水だったらまあ濡れるだけなんで。いやーでもよかった、笑顔に戻ったよ正ヒロインが。かわいい。はい。どうしよう、周りの霊嬢たちがめっちゃ怒ってるよ。なんとかこの子を守らないと。正しく、なんだっけこれ、いめる、悪役令嬢らしく脅す。あ、こういう時はちょこうね脅すんですよ、うん、その思う存分自分の力を使って。よかった、渾身の悪役令嬢の演技のおかげでいじめていた令嬢たちはどこかへ行った。助けられてよかったけど怖かったね、自分も怖かったよね。そんな普段絶対そんなことをね、こんな現場にならないだろうから。よかったよかった、はい、このね友情関係が芽生えたらすごいいいよ。見覚えがある顔だなと思ったら、このゲームのメインヒロインの女の子だ。この子がハッピーエンドだと、確か私は処刑されちゃうはず。あ、この展開もよくある。あれ、この子を助けてよかったのかな。まあね、一緒にハッピーエンドになろう。一旦距離を置く、毒を盛る。毒は持っちゃダメだよそれこそ本当にバッドエンドになっちゃうから。この子のことは全然嫌いじゃないけど、私が生き残るために一旦距離を置いておこう。ごめんね。あー辛い、お友達になりたかったのにね。はい。悪役令嬢の、あーここで終わったのか。はい。じゃあということでね、じゃあキリがいいんでね、めちゃくちゃいいとこなんですけどもここで終わろうと思います。いやーちょっとあの正ヒロインとね令嬢ちゃんがね、悪役令嬢ちゃんちょっと友達になってほしい。もうそれすっごい燃える。